舞う姿を見てもなんだか自分とは思えません。でも二人ともとっても可愛かったよ。本物のお姫様みたいで。お姫様、エルナさん本当かい？もちろん、一番近くで見てた私が言うんだから間違いないでしょ。ひなたもエミリーもとびきりのお姫様でとびきりのアイドルだったよ。とびきりの大和なでしこ、そのような言葉をいただくのは まだ早いでしゅ。なあなあ、俺は俺家でこの番組全然見れなくってさ。スバルちゃんもバッチリだったのですよ。もしかして録画を忘れてしまったのです？いや、録画はしたんだけど、見ようとするとすぐ兄ちゃんたちが集まってくるんだよ。そんで隣であーだこーだ感想を言い始めるから全然落ち着いて見直しできなくってさ。仲良しさんなのですね。どこが？とにかく家じゃダメだからシアターでじっくり見直したいんだってば。了解なのです。では見直しの続きはプロデューサーさんのお話の後になのです。お疲れ様です。何度見ても恥ずかしくなってしまうんだけども、慣れなくちゃいけないね。はい、自分の舞をしっかりと見直して少しでも上達しなくては。野球でも自分のフォーム見直すのってすっげー大事だもんな。次の試合までに修正しないとさ。お茶飲んで写真撮って歌うんだろ。俺も可愛いって思われるよう頑張るぜ。頑張るわ。私もファンになってくれたみんなと仲良くしたいって思ってたんだ。すっごく楽しみだよ。お茶会ってことならばあちゃんに送ってもらったリンゴで何か振る舞えるかもしれないね。私も大和なでしことして粗相のないようごひいき様方をしっかりおもてなししたいと思います。お姫様たちもやる気満々なのです。とびきりワンダホーなティーパーティーをお約束するのです。今度のイベントってファンのみんなと仲良くするパーティーなんだよね。
私、来てくれたみんなとハグしたいな。うん、ハグは最高のコミュニケーションでしょ。気持ちを通わせるのに言葉はいらないよ。でもやっぱり恥ずかしがられちゃうかな。パーティーに来たファンのみんなでも。そっか、せっかくのパーティーなのに残念。そうだよね、せっかく私たちのことを好きになってくれた人たちとのパーティーだもん。みんな仲良くなっていっぱい笑ってずっと一緒に楽しめる、そんなパーティーにしたいな。おー、みんなと仲良くなれて笑顔になれてずっと楽しめること。あ、プロデューサー、みんなで一緒にサンバを踊るのはどう？サンバを踊るとみんな楽しくなって笑顔になるんだよ。それですっごく仲良くなれるの。大丈夫、無理に踊らなくてもリズムに乗って手を叩くだけ、見てるだけでもいいからね。恋人でも知らない人同士でもそこにいるみんながハッピーになれるの。それがサンバの魅力だよ。すぐ仲良くなれるように私がママン直伝のダンスで盛り上げるね。うんうん、初対面でよく知らないからって遠慮しちゃうのはもったいないし、それに知らないままずっと距離が空いたままなのって寂しいから。だってファンのみんなはきっとチームのみんな、シアターのみんなと同じ大事な仲間だもんね。ああ、サンバを踊るなら音楽も必要だよね。どんなのがいいかママにも聞いてみよっと。ああ、音楽もだけど衣装もいるよね。美咲にお願いして。ああ、プロデューサーも着る？寂しいよ。お疲れ様です、仕掛け人様。おかげさまで毎日少しずつですが成長できている気がします。私がお茶を
元なでしこらしい立派な野立てのお茶会にしてみせます。はい、自然の景観を味わいながらゆったりとお茶を楽しむとても風流な茶道の様式です。実は父が茶箱を持っているんです。野立てのお道具一式を詰めた小箱で、夏目や振り出しといったお道具の一つ一つがとっても愛らしくて、よく取り出しては眺めていたのですが、今回ごひいき様方にお披露目できるのなら父も喜ぶと思います。ぜひそちらを使わせてください。私も本当に未熟ですし、それに野立てはあまり作法や型を気にしないで心安らかに景色やお茶を楽しんでいただくものだとか、茶道に詳しくない方にこそ気軽に楽しんでいただいて興味を持ってもらえた方が嬉しいです。そのためにも私はきちんとしたお点前をお見せしなければ。しっかりお稽古しておきますね。大和なでしこらしくそそとした雅なお点前でごひいき様方をお迎えできるように。私のお茶はまだまだ本当に未熟で、おもてなしは和の心。はい、ありがとうございます。しか
思いつきだったけど行ってみるもんだな。やったぜ。それじゃあ俺もうちで練習。ああもう無理か、シアターでやるしかないかな。4人いるぜ。みんな野球好きだし経験もあるんだけど、俺がアイドルになってから怪我したら大変だとか言ってキャッチボールしてくれないんだよ。妙に構ってくるようになって、送り迎え本当にいらないのかとか聞いてくるし、デビューする前はスバルにアイドルなんてできるのかってからかってきたくせにさ。なあ、なんだよそれ。祭りにも言われたんだよな。そりゃ仲悪くはないけどさ。え、うん、小さい頃からテレビでよく見てたぜ。それを隣で見てて俺も好きになったんだよな。可愛い子ってすっげー可愛いんだもん。しかも可愛い服着て歌ってさ、もう無敵じゃん。そうだけど、まだデビューしたばっかだしそこまでじゃないっつーか。もう変なこと言うなよ、恥ずいだろ。え、兄ちゃんたちも？あ、そっか。そうだよな。何しろ俺がまだ戸惑ってるし、プロデューサーと出会ってなんかうまいこと言われてどさまぎでアイドルになったようなもんだからな。全然な気がするけど、そっか。まあデビューに向けてみんなでお姫様の特訓とかしたからそうなのかも。決まれば俺は俺のままでお姫様で可愛いアイドル目指して、今から全力で投げ込みだ。プロデューサー、俺の全力投球受けてくれよな。
綺麗に手入れされた庭だね。明日はここでお茶会をするのかい？うん、ありがとね、プロデューサー。あんなにたくさん運んでもらって重かったっしょ？旬だからってたっぷり送ってくれてね。いやー、リンゴ飴の作りがいがあるべさ。なんもなんも、原っぱライブでもたくさん作ったからね。慣れたもんだべさ。本館のキッチンを借りていっぱい作るから、プロデューサーも後で試食してくれるかい？うん、したっけ。また後でね。プロデューサー、ちょっこし味見してみてもらっていいかな？スタッフさんたちもよかったら。そんなハイカラなもんじゃなくて、よくばあちゃんが作ってくれたリンゴとハチミツの生姜湯だべさ。プロデューサーもスタッフさんも寒いところでずっと作業してくれてたからね。せめてあったかい飲み物の一つでもと思って作ってみたんだ。お客さんに、材料はたくさんあるから大丈夫だけども、簡単すぎてがっかりされないかね。そうかな。もちろん喜んでもらえるなら何十杯でも何百杯でも作るべさ。なんもなんも、お客さんたちをおもてなしするためのティーパーティーだからね。みんなまだデビューしたばっかりの私たちにわざわざ会いに来てくれるんだもの。一人一人にしっかりお返しせねば。私も一応お姫様の一人だからね。ありがとね、プロデューサー。あたし、どうも歩くのは遅い方なんだけども、一人ずつのお客さんを大事にして、ゆっくりでもしっかり進めるように頑張るよ。
準備はいいのです。3、2、1。お、姫も嬉しいのです。今日は心ゆくまで楽しんでほしいのです。おや、ティーカップが空なのです。おかわりはいかがですか。皆さん、もうすぐ入れ替えの時間なのですよ。姫たちの写真、バッチリ撮れたのです。お、あなたのコーデ、ネイルもインナーカラーも姫の色、緑色なのですね。とっても素敵な祭り姫コーデなのです。姫と並んで一緒に写真を撮りましょうなのです。準備はいいのです。3、2、1。ほっ、楽しみなのです。でも、もうすぐできる姫たちのお城シアターにも遊びに来てほしいのですよ。約束ね。バッチリなのです。ビューティフルなお庭のおかげで大盛り上がりなのですよ。特別なことは何もしてないのです。ただあの子をわがままに巻き込んだだけなのですよ。だって今は姫たちのティーパーティー、みんながキラキラの笑顔になれる魔法の時間なので、暗い顔をするのは目なのですよ。姫はとってもわがままなので、今日も楽しかったけど、まだまだ物足りないのです。いつかもっとキラキラした場所で、もっとたくさんのみんなをキラキラさせたいのです。たちと一緒にキラキラの宝物をみんなに届けるのですよ、プロデューサーさんね。ワンダホー、5人のお姫様とティーパーティー大成功だったのです。ここからは頑張ったお姫様たちのご褒美、取り置きのお菓子とお茶でプチティーパーティーなのです。またパーティーなんて嬉しいね。本番でいっぱいダンスしたから、いっぱい食べちゃおうっと。
あ、エミリー、足はもう平気？パーティーの後は生まれたての小鹿みたいにカクカクだったけど。は、はい。日向さんのリンゴと蜂蜜の生姜湯で温まったおかげで、もっと精進いたします。でもさすが日向さんのおもてなし歓迎茶です。味も美味しくてごひいき様方にも大好評でしたね。エミリーちゃんの抹茶も美味しいね。苦味がちょうどよくてホッとするべさ。お茶受けのお菓子がマシュマロで驚いたけども、不思議とよく合うんだね。卵白と砂糖の柔らか菓子はまつりさんが用意してくださったものですよね。お目が高いです。まつり姫御用達のお店の限定マシュマロなのです。間違いはないのですよ。へえ、祭りってマシュマロ好きなんだ。そういえばなんか似合ってるよ。スバルちゃんはよくわかっているのです。姫のマシュマロも食べていいのですよ。マジか、サンキュー。にしてもみんなすげえよな。ちゃんと可愛いお茶とかお菓子とか知っててさ。そういうスバルちゃんもパーティーではとっても可愛くてかっこよかったのです。うんうん、スバルがボールを投げるたびにキャーって歓声が上がってたね。そうだっけ。でもエレナのサンバもずっと人だかりですごかったじゃん。サンバにキャッチボール、野立てにマシュマロ、リンゴと蜂蜜の生姜湯。思い返してみると、ちょっこしティーパーティーらしくなかったかもしれないね。でも…はい。でも、とても皆さんらしい、私たち6番隊らしい、楽しいおもてなしができたように思います。うん。私たちなりのおもてなしができたのならよかったべさ。お疲れ様なのです。ご褒美のプチティーパーティーなのですよ。プロデューサーさんもどうぞなのです。お仕事の話？おれ！プロデューサーさん、それならきっと大丈夫なのです。なぜならここにいる5人はみんなもう立派なお姫様なのですよね。そうそう、安心してね。プロデューサー、どんなに忙しくても私たちはずっと笑顔でいられるよ。真の大和なでしこのお姫様らしく、奥ゆかしく晴れやかに振る舞えるよう一層精進いたします。つまりすっげーチャンスボールってことだろ。高級室だ、絶対打ち返してやるよ。たくさん仕事ができてありがたいね。一つ一つを大事にして頑張るべさ。